s ウザーンクロスは2011年4月に結成された鹿児島県のご当地女性アイドルグループである。2018年には日本各地のご当地アイドル日本一を決定する大会 UMU Award ご当地アイドルナンバーワン決定戦で全国の頂点に輝いた。鹿児島市に拠点を置く芸能プロダクションのスターゲートプロモーションが運営し、 親善大使のような活躍で地域を元気づけることを目標に、商店街や自治体のイベント出演など、地元密着の仕事が多い地元、PR 型アイドルである。九州新幹線、鹿児島博多間全線開業を記念し、鹿児島県発の観光 PR、アイドルユニットとして2011年4月に S ・ウザーン・クロスは結成された。AKB48 にあやかって、 鹿児島プロモーション協議会の民間有志が企画した。2010年暮れからメンバー募集を開始し、翌春、鹿児島県定を使って地域の予備知識を審査するなどオーディションを実施し、応募者約150人の中から中高生や短大生、OL、主婦、看護師など14歳から31歳の15人を選び、1期生として13名で活動を開始した。 初ライブは2011年7月31日に鹿児島市にある SR ホールで開催され、以降7月と8月だけで県内外で6つのイベントに出演し、鹿児島を応援するオリジナル曲、チェストを披露した。シアター AX2012 年は大きな成長の年となった。最初の成果は定期的にライブが起こ2012年4月に鹿児島市の繁華街、天文館にある カリーの天文館6階にライブとレッスンを行うための拠点としてシアターエイクが開設され定期ライブやメンバーの生誕祭といったイベントやグッズ販売を行えるようになった。また新たに日期生が加入した。2012年8月の時点では14歳から22歳の11人が県外外のイベントなどで活動している。活動の場もさらに広がった。4月には 鹿児島春祭り大半や2012で2日間にわたりライブを実施したほか同じく鹿児島市を拠点とする第10管区海上法案本部からマリンレジャー安全推進ガールに任命され鹿児島本港区北不東芝生公園で開かれた安全推進イベントで118番通報の周知活動に携わった7月にハイオワールド 鹿児島水族館で開かれたイベントで、ライフジャケットの着用などを呼びかけた8月には、鹿児島県庁で行われた贈呈式にメンバー7人で出席し、本場大島紬よりもの共同組合から、大島紬で作った種種を送られ、県庁内でライブを実施した。10月には、鹿児島市交通局の市電、青パと電車の出発式に出席し、地元の幼稚園寺らに、防犯標語、 以下のお寿司の意味を説明するなどしたほか、一般希望者も見学できる海上保安庁の海上総合訓練では、訓練終了後にお住み戦場でライブが行われた。また、県外への進出も積極的に行われた。5月に NHK ラジオが東京、渋谷で開いた UMU ご当地アイドルフェスティバルに九州から唯一選ばれ、 5月と7月に NHK ラジオに出演した。6月からは、鹿児島県の観光 PR のため、日本一周、鹿児島 PR アンギャ、開始した。3年を目途に47都道府県を訪問する計画である。その後、大阪や名古屋、広島など10都市で、鹿児島を PR。9月には、JR 博多駅で開かれた。 鹿児島観光物産展でライブを行っている。3月8日に、鹿児島市内にてライブ活動で集めた募金などを東日本大震災の被災地に届ける出発式を行い、宮城県気仙沼市に向かった。同月11日、義援金と横断枠を直接、気仙沼市長に手渡し、同じく支援活動を行っている、鹿児島県出身の柏木幸をはじめとする、 AKB48 のメンバー6人と交流した。3月31日には、鹿児島中央駅のアミュ広場にて3期生、公開オーディションが行われ、7月27.2、8月に NHK 連続テレビ小説、アマチャンで企画された、地元のローカルアイドルがご当地自慢を紹介する、町おこしキャンペーン、全国アマチャンマップで、鹿児島県担当に選ばれた。7月、 鹿児島県黒豚生産者協議会より、鹿児島黒豚応援隊また8月には、日頃活動を拠点としている鹿児島の中心市街地天文館の11の通り会で、構成されるウェラブ天文館協議会より、天文館公認アイドルとして任命される。9月14日から16日、福岡市の博多駅前で開催された、鹿児島観光物産展に昨年に続き参加。出展ブースに、 各メンバーが立ち新試食や商品、観光地の説明をし観光 PR アイドルとして存在を大いに発揮した。10月27日、2期生エリカ卒業ライブ。4月、NHK キャンペーン、全国、アマチャンマップの後継企画、恋する地元キャンペーンにおいても引き続き、鹿児島県担当に選ばれた。4月、足の不調を訴えていた友が、 医療機関での診断の結果、一時、ステージパフォーマンス自粛になる。7月、ヨロンマリンカップに、セカンドミッションで優勝を飾り、その功績から、ヨロン島ヨロンパナウル王国観光大使に任命される。8月9日、メンバーが所属する、スターゲートプロモーションの公式ツイッターより、久保田彩乃が、S、ウザーンクロスとしての活動登録を解除されたことが、報告された。 ショールーム、鹿児島枠、九州の主要駅をジャック。広告モデルオーディションとも1位。掲載期間は2018年12月3日から12月9日の7日間を予定、掲載駅、JR 九州、鹿児島中央駅 JR 九州、鹿児島駅 JR 九州、伊集院駅 JR 九州、川内駅 JR 九州、鍛冶駅, JR 九,駅 JR 九州、早戸駅 JR 九州、 国部駅 JR 九州、泉駅11月7日から13日ローソン、イエル、プラス企画にて、ローソン全国ポスレジ店内放送に、及川舞が登場。11月24日 UMU アワード2018、優勝審査員賞ジョイサウンド賞上期3つを、受賞12月22日、2020年、ご当地アイドル肩書きランキングベスト20で、 第18位に選ばれるその他の元メンバー書きのオリジナルソングがある。この他、カバー曲として、AKB48 を中心に、SKE48 や NMB48、桃色クローバー。2013年3月、メンバー内の、しおりと、エリカが、ハイスクールシンガーとして、ユニット名、セイラで、ドラマティック、マイダーリンで配信デビューを果たした。ありがとうございます。